この6日をもって、まん延防止等の重点措置について、解除をの方向でですね、国と協議をしております。今月6日で期限を迎える福岡県のまん延防止措置、服部知事は今朝は協議中とだけ述べ、解除か延長か県の方針について言及しませんでしたが、午後に入ってようやく解除に向けて動いていることを明らかにしました。服部知事が慎重だった背景には、過去緊急事態措置をめぐり要請していないのに発出された経験から、解除にしても延長にしても県と国の歩調を合わせることが重要との判断がありました。私はですね、やはりこの新型コロナとの戦いに打ち勝っていくためには、やはり国と地方自治体を同じ方向を向いてしっかりと力を合わせて取り組んでいくことが大切だと思っております。関係者によりますと、福岡県は地元経済界などの意見を踏まえ、すでに国と解除に向けた協議を続けていましたが、昨日夜国からおおむね了承が得られたということです。昨日現在の病床使用率は 62.7% で、2週間で20ポイント以上改善し下降傾向にあること、重症病床使用率も1桁で推移していることが理由です。国は福岡県の意向を踏まえ、あさっての対策本部会議で解除を正式決定する見込みで、県内の飲食店に出されている時短要請も1ヶ月半ぶりに終了する見通しです。